さあ残り時間も短くなってきて、乾押し込んだ松本、この時間に点数を上げたのは松本したね。この最後のところですね。あここからポープが前に出していって、あ通りました。徳本前に上条ターンして、さあ白井が打っていく、決まった。選手が起点になってね、徳本選手がサイドに持っていった中で、はい、中央割り込んでいきました。曇りにつながって町野ディサロがエリアの中に入っていくところ、クロスボールはグラウンダー、うん、これぞ町野のシュート、決まった勝ったので、ええ、ちょっとこのマイナスポイントで受ける意図っていうのは共有できてたと思うんですよね。そうですか。まあ、それに対して町野選手ももう自分がファーストで受けるというよりもその落としを、どちらがルーズボールを拾うかという中で、さあ裏に出たディサロ、ディサロが浮かしたボールあとは利き足左にボールを置けたので、はい、どういったシュートが放たれるのかなというところではありましたけど、はい、裏に出して安藤、村松対応、うん、まね、安藤、村松がなんとか、しかしうまく町田が入っていきました。このわずかなスペースでも前を向くこの安藤選手のゴールに向かう果敢なプレーと気持ちも乗って、奪いかけましたがもう一度縦に出て加藤、折り返し南に来た、先制山形。監督としてはね、やはりこうやって縦に抜けて左足からのクロスっていうのは一つ狙いどころとしてあったと思うので、まあ、ここはもう的中ですね。ホームとやられるんでね、藤里の攻撃だと思います、そしてクロスシュート決まった、奪うようなねローテーション、内田がこの位置いましたからね、はい、そこでニアでしっかり叩いて冷静に決めた柿田、いや本当に冷静に決めましたよ ね、はい、ね、ここ決めましたよね。あの右にも蹴れる状況から入り込んで相手見ながら最後のところで視線を遮って、佐藤カメラさん、佐藤決まった、東京ヴェルディ先制。あ、間ですか、壁の、あ、ちょっとコース変わってるんですね、大久保ワンタッチ、山本から山下、山下ウリーダー、山下前にね、もう1回チャンスあったんですけど、1回や、はい、シュートやめましたよね。でもう1回落ち着きながら最後またフリーになれるチャンス、この2人に得点が生まれてこないとというところがあります。シンプルなクロス突っ込んできた、さすがの阿部です。ってしまってる場面が多いですね。そうですよね、はい、縦しまず追いつきます、本田と島津のところ、クロスは、加藤がヒット決まった。もう加藤選手はほぼ合わせるだけですよね、島津選手の得点と言っても過言じゃないぐらいの働きをしました。右サイド加藤、うん、ダイレクトすらして持ち上がる久保田、一人で持っていく久保田、追加点は加藤、さあこぼれ球、山下すらして川又、もう一度もらって山下、2人で攻撃開始、逆サイドを使って川又トラップから左足、ここですよね、こう山下と川又2人でのこうコンビネーションで、ゴールまで行きましたよね。川又最後小川幸輝走り出しています、新井がカバー下ろして新井翔太のゴール決まった、ちょっと中途半端なプレーでしたよね、千葉の方は、まあ、小川幸輝がこうやってプレッシャー行くことによって起こったプレーですよね。安田がボールを持って運んでいきます、勢いよく走り込んでいく千葉の選手、川又もどんどん入ってくる、安田キープしていく、右足のシュート、何メートルしてドリブルしたんですかね、まあ、ここで遅らせてたんですけどね。いや安田の判断はシュートも左に預けるか、
クロスがダイレクト流れ、低いボール中央右足、先制点は山口。練習に入って安西選手が上がる時間も作りましたし、まあ、このクロス自体